今日は56ページについてお話しましょう。ここには記憶について書かれています。あなたは自分という人をどういうふうに認識しているでしょうか。実は自分というものは記憶の積み重ねですよね。あなたの記憶がもし全部変わってしまったら、あなたは別人になると思いませんか。そういうふうに記憶っていうのはとても重要なものなんです。全部記憶を変えるわけにはいきませんが、不都合な記憶は変えた方がいいですよね。でも多くの人たちは記憶というものは事実に基づいていると思い込んでいるんです。だからなかなか記憶が変えられません。それはいろいろ不都合なことがありますよね。例えば自分はいつも大切にされなかったとか、自分はいつも話を聞いてもらえなかったとか、そういうふうに子供の頃に思い込んで、その証拠となるような記憶をずっと抱いていたらどうなると思いますか。結局あなたはその記憶の人通りになってしまうということなんです。これは困りますよね。もちろんいい記憶だったらいいんですけれども、こういうつまらない記憶をずっと持っていて、そしてそれが現実化してしまう、つまり大切にされなかったと思い込むと、大人になってからも大切にされないような状況が作られます。聞いてもらえないという人も同様ですね。でも本当に聞いてもらったかどうかというのは、あなたの記憶に全く関係がないんです。例えば10回喋って10回とも聞いてもらった人と比べて、あなたは10回喋って9回聞いてもらったのに聞いてもらえなかったって言ってるかもしれませんね。だいたい自分というのは過去の自分と比べるんです。ですから10回喋って10回聞いてもらった人というのが過去の自分だと、1回聞いてもらえなかっただけでとても腹を立てて、今まで聞いてくれたのにどうして聞いてくれないのっていうふうになりますね。こういう感情によって記憶が作られるんです。でも本当は3回喋って3回しか聞いてもらえない人よりもずっと聞いてもらってますよね。ですからあなたの記憶というものは間違ったものがたくさん潜んでいますから、良い間違い方は放っておいて、悪い間違い方はちょっと考え直した方がいいですね。そこに事実なんかないんだということを知ると、これは変えられます。ということで、あなたの記憶をぜひ見直してみてくださいね。ではまた次回。